はーい、マルコさんです。マルコさんと、おっと、のびのび、マルコさんと、マッサマンカレーのもとです。これね、今回、あの、バンコク、タイ旅行行った中でね、一番美味しかったのはこれ、マッサマンカレーでしたね。あの、すごい美味しいお店あったんですよ。あの、ミシュラン乗ったっていうね。まあ、まあこれね、こんなレトルトというか、こんなん自分で作ってもそのレベルには達しないとは思ったんですけど、 マルコさんにもちょっと食べさせたかったんでね。丸眠い。あくび。マッサマンのカレーの元に、こう、ね、丸上に乗って。おそして俺の、俺の方に、おまる俺を舐めてきた。マルさんが舐めてきたんでね、放送事故なんでそろそろ終わりたいと思いますけどね。とにかくマッサマンカレーすごく美味しかったんでね、思わず元をいっぱい買ってきちゃいました。はい。まあ、ね、あの、僕が食べてきたの、タイで食べてきた美味しさが10だとすると、おそらく2か3ぐらいだと思いますけど、 ま、気分だけでもね、味わいたいと思ってね。あと、マルコさんにも食べてもらいたいと思って買いました。はい。